逃げられませんよ。これまで手荒な真似をしなかったのは紋章師の力を警戒していたからなのですが、今は状況が違います。あなたはここで死ぬのです。ここまで共に旅をしてきた大切な紋章師たちの力によって、マルス、みんな指輪を取り戻さないと。ダメだ神竜様、時水晶を失い指輪も持たぬ僕たちに勝ち目はない。紋章師たちの力がどれほど強いか君が一番分かっているはずだ。ひとまず向こうに見えるあの場所、あそこまで引けば奴らを負けるかもしれない。
Thank you.
ええ、行こう。了解です。ブシロン、ここに。渡すから。よっ。決まったな。今なら指輪を取り戻せるかもしれません。そうはさせませんよ。そんな、指輪がベイルのもとに。簡単に渡すわけありません。せいぜい無力なままあがきなさい。
行きなさい、異形兵。奴らが絶望するまで何度でも。あなたに敬意を。まだいける。勇者として当然だ。覚悟はある。私が守る。次の標的は。
遊ばして。先を越されたな。もったいないわ。守れなかった。敵の悪いおどけ話ね。何も守れず死んだ騎士の行こう。ええ、いつでも。
手を出すぞ。はっ、歯向けをあなたに華やかに。指示を頼みます。せめて安らかに。ご指示を。はい。任務遂行。撃ち取ったり。連れて行って。それ。あ。はい。うわ。しぶとい虫けらども、やはり異形兵だけでは力不足でしたか。しくよ、行きなさい。拝命いたしました。必ずや奴らを仕留めましょう。この僕の餌食になるのはどいつかな。仕置きをする側は慣れてねえが、ベイル様のご命令なら喜んで。我々にお任せくださいな。奴らを逃がしはしませんわ。新手が来るようですな。追いつかれる前に急ぎましょう。道を塞がれてしまいました。一体どうしたら。見つけたわ、神竜様の軍。よかった、今なら間に合いそうね。アイリー様、安心するのは時期尚早じゃ。見よ、あの絵巻に書いたような四面楚歌を。徒手空拳とはまさにこのこと。早くこの指輪を渡さねば。アイビー様。ゼルコバ、どうだった。すみません、邪竜の娘に奪われた指輪を取り戻すことは不可能でした。ですが代わりにこれを。おお、綺麗な水晶じゃな。そちらの指輪に加え、こちらの手土産もかなりの助けになるかと。急ぎましょう。神竜様。アイビー王女、どうしてここに。お父様を説得したいと思ったの、もう一度。けれど着いた時には何もかもが手遅れだった。せめてこれをあなたに渡したくて。大教会から紋章師の指輪を取り戻してきたわ。え、
時間がなくて二つだけなのだけれど、草原の皇女の指輪と聖王女の指輪よ。いいのですか？それでは私の側に組みしてしまうことに。祖国に弓を引くことになろうとも、私はあなたと共に戦いたい。この国のため、死んだお父様のため、今すべきことはあなたのそばで戦うことよ。これまでの償いになるとは思わないけれど、許されるのなら同行させてくれないかしら。わかりました。ありがとうございます。草原の皇女の指輪、ハイヤシンス王の形見はアイビー王女に託します。吹き渡れ烈火のエンブレム。私はリンディス。リンと呼んで。さあ、共に戦いましょう。燃え上がれ、覚醒のエンブレム。その姿、あなたはマルス？いいえ、私はルキナです。ルキナ。私は英雄王ではありません。その代わりにもなれません。ですが、あなたの力になりたい。深淵に沈んだ者たちの希望の光となりたい。今は逃げるしかなくても、この撤退はいつか希望につながります。さあ、私とエンゲージしてください。神竜様、土産はもう一つあります。これは竜の時水晶。闇に紛れ拝借してきました。奪われた指輪ではなく、気が咎めますが、戦況打開の一助となれば幸いです。ありがとうございます。Thank you.
いずこじゃ。違えないわ。よっ。ああ、幸せな気持ち。花は散るものよ。
いものだわ。お腹が空いたわ。覚悟はある。エンブレムエンゲージ。お友達を失ってかわいそうにね。
私が優しく慰めてあげましょうか。はい。私を止めるというの。こんな奴が僕の相手？弱そうだし、すぐ殺しちゃうよ。すまないな。決まったな。はい。やっ。ふっ。やっ。お許し遊ばして。痛めつけるのは得意じゃないが、どこがいいかはよく知ってるぜ。よっ。痛いぜ。止めるというよ。やっ。私を止めるというの。というの。
らかに。一方的な蹂躙は気が引ける。抵抗を示すなら全力で頼む。行ける。
してやる。誰だ。行こう。倒れるわけには。よろしくてよ。私も。えっ、はっ、食べ尽くしてあげる。ごめんなさい。俺から行こう。こちらも。お、やっ。お、はっ、はっ、せい、が、打ち取ったり。
こちらからって。私もフィレネのために。幸運な方ね。よかったぜ。思ったよりは楽しめたが、こんな痛みじゃ足りねえな。ここまで来れば、なんとか切り抜けられそうですね。